それではマコの量産型メイクまで3、2、1世界で一番愛してるーせーの、マコです。今日はですね、巷で流行っている量産型メイクに挑戦していきたいと思います。量産型メイクとは何ぞやと思ってる方もいると思うんですけど、説明できないので調べてきてください。せーの、行ってみて。量産型メイクは肌が白いイメージがあるので、肌をとことん白くしていきます。これ使うメディアのメイクアップベースのグリーンの下地、こんな感じでグリーンの下地を塗ったら伸ばしていきます。できるかな、めっちゃ不安。これで伸ばしていって、おでこにも忘れず塗っとこう。お母さんに量産型メイクっていうのが今流行ってるんだよって言ったら、量産って誰って言われました。またさらに肌を白くしていきたいと思います。こちらインテグレートのプロフィニッシュリキッドの100版のファンデーションを使っていきます。これが多分一番明るい色味です。ね、見ててめっちゃ白くなるから。じゃじゃーん、パウダーです。クラブすっぴんパウダー、さくらりゅうちぇの香りのフェイスパウダー、これを塗っていきます。なんか白ピンクっていう感じの肌を作っていくのが良さそう。結構濃いめのラメラメって感じで塗れるな。じゃあ今回はこのジル・スチュアートのギャレンタインズパーティーアイシャドウパレットを使っていきます。ベースとしてここの白ピンクっぽい色をまぶた全体に塗っていきます。めっちゃ爪汚い、バレた。じゃあ塗っていくよ。多分さ、結構多めに塗った方がいいよね。なんかほんと量産型の女の子は可愛い。あ、でも待って、多分ねこれでいける気がする。キャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズの10番、ちょっと今からこっちじゃなくてこっち使っていく。ここの色を上から塗ります。はい、そしたらエクセルのリアルクローズシャドウの CS02 番のピンクモヘアのここの色を使っていきます。じゃあこれをね、取って目尻に入れてきます。このピンクを涙袋に入れていきます。なので涙袋入れるときは顔ね、ちょっと可愛こぶるといいよ。こうやってこうやってこの顔で、どうでしょうか。この真ん中がちょっとラメ入ってるので、この子を取ってあげて目頭に入れます。そしたらアイラインを引いていきたいんですけど、最初は粘膜をこれで埋めていきます。デジャブのペンシルアイライナーを使います。ちょっと目の印象を強くさせます。はい、そしたら目尻にこの微整理性のバーガンディのこれかアイラインを引いていきます。ちょっとね、いつもとは違く赤を入れてみます。結構長めに引いた。じゃじゃーん、じゃじゃんってダサいな。私ね、最近眉毛のティントにハマってて、それが便利すぎることに気づいたので、もう色をのせるだけです。このセザンヌのチークの色を眉毛に使ってます。ちょっと明るくするぐらい。そしたらリップ塗っときます。保湿、ビセリシェのフォギーオンチークスの PK822 番を使います。付属の波形があるのでこれで塗っていきます。チークはどこに塗るの？結構目の下にここぐらいで横長く入れる感じかな。ちょっと濃いめに入れるね。こんな、結構横長めに。これは史上最強に濃い。はい、そしたらマスカラが上げてドドドボーズ。多分ギュンギュンに上げるよね。上げたぞ。まつげはさ、黒でいいのかな、ブラウンの方がいいかな。
グランデ行ってみるか。結構バキバキに上げちゃっていいかもね。はい、リップの色これにしよう。ちょうどいいのがあった。ロム&の何色だっけ、フィグだ。これね、めっちゃ可愛い色なんですよ。見てて、こんな感じ。これ下に塗ったら、したら指で動かす。ちょっと待って、これで大丈夫？シェーディングもしとこう。一応これシェーディング、ちょっと急に雑。じゃあそれじゃあ早速着替えます。それではマコの量産型メイクまで3、2、1、ドーン。ブチャラティしか勝たん。言いたいことがあるんだよ。好き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 、やっぱ好き。世界で一番愛してる。やばいわ、あれに戻る。洋服もアンクルージュのワンピースを買いました。これめっちゃ可愛い。こういう服は本当に着れないのでなかなか恥ずかしい。はい、ということで本日は量産型メイクチャレンジということで、どうだったでしょうか。少しでもいいじゃんと思ってくれた方、登録ボタン高評価お願いします。すごい、初めて言った、こういうの。見てくれてありがとう。メンヘラでおメンヘラ。